2019年6月26日の論文になります。つまり筋トレ初心者の場合はもうはちゃめちゃに食べても脂肪体重、つまり筋肉だけが増える可能性があると。炭水化物は人間の食生活には必須ではないと考えられているが、その理由は体内にはグルコジェネシスによって組織が必要とするグルコースを生成する能力があるからであると。これ難しくないですか？こんにちは、アーサントレーナーのビースト村山です。今回もですね、米国国立医学図書館という、PMC ですね、通称 PMC の論文を読んでいきたいと思います。そして今回のテーマ、オフシーズンのボディービルダーのための栄養の摂取事項と。で、なぜね、これを選んだかっていうと、私のこの YouTube を見ていただいている方っていうのは、筋トレをして効率的に筋肉量を増やしたいとか、ボディメイクをしたい、そういった方が大変多いんですよね。そういった方々に向けて、今一番最新の権威ある論文データを紹介して、ぜひね、有効活用していただきたいなと思いまして、頑張ってこれを解読しました。今回の論文はかなり新しい論文ですね。2019年6月26日の論文になります。ではね、早速解説していきたいと思います。今までの文献はダイエットについてよく調べられています。この論文はマッスルゲインフェイス、つまり筋肉をでかくする時期における栄養摂取をまとめた論文です。ただし、オフシーズンのボディービルダーのための食事療法の推奨事項に関する科学文献は不足しています。ボディービルダーのキャリアのほとんどは脂肪をね、なるべくつけずに筋肉だけを増やすこと、これを目標としています。脂肪をね、なるべくつけないで筋肉を増やす、つまりこのオフ期をどう過ごすかが大事なのに、文献としてはダイエットフェーズの方が多いと。これは矛盾があるんじゃないか、そういったギャップを埋めるためにこの論文が生まれました。特にね、ボディービルダーっていうのは食事の選択、食事の頻度、栄養のタイミング、サプリメントに対して厳格な態度で取り組んでいます。かなりね、厳しいですよね。通常の人ではちょっと考えられないぐらいね、一生懸命頑張って取り組んでいる人が多いと思います。で、今までは栄養とサプリメントに関する情報っていうのはボディービルの雑誌だったりとか、成功した選手のね、口コミだったりとか、そういった形で受け継がれてきましたが、近年インターネットやフォーラムを通じてより多くの情報が明らかになっています。そのためボディービルダーが使用する食事療法の戦略の多くは健全なね、科学的サポートがなくなってきた、つまりエビデンスがない状態で情報が増えすぎて出回っていると。そしてさらに栄養補助食品、サプリメントですね、この多様を含むこれらの戦略の多くが健康に有害である可能性があるという証拠が科学文献にあります。例えば1993年2月ボディビル選手のための商業的に販売されたサプリメント、2009年9月ボディビルダーによる4頻便摂取後の急性神経毒、2015年4月自作ダイエットのリスク、アマチュアビルダーの場合と、こういったね、論文が、よく挙げられていて、そこで、大したね、調べもせずに健康にね、有害である状態を作ってしまったっていう文献もたくさん出ています。そして、ボディビルダーっていうのはほとんどの時間をオフシーズンに費やしているため、安全で証拠に基づいた栄養と栄養補助食品の推奨がもう明らかにね、必要であると。一部のボディビルダー、特にナチュラルボディビルは科学的証拠に基づく情報にとても興味を持っています。それはそうですよね、私もそうです。やはりね、エビデンスがあるっていうのは強いですよね。試してみたいなってみんなが思うと思います。この論文の目的はオフシーズンボディービルダーに関連する栄養とサプリメントに関連するトピックに関する科学文献を評価し、エネルギー摂取量、主要栄養素、食事の頻度、栄養のタイミング、サプリメントに関する実用的な推奨事項を提供することです。だからすごいね、めちゃくちゃ真面目な論文っていうか、論文なんで真面目なんですけど、もうすごい情報量のある論文です。そしてね、オフシーズン中のボディービルダーの主な目標は筋力トレーニングを使用して脂肪量の増加は最小限に抑え、ポジティブエネルギーバランス、だからオーバーカロリーですね、カロリーバランスを維持しながら筋肉量を増やすこと。その中でオフシーズン中のボディービルダーのカロリー摂取において正確に評価するためにはトレーニングの量、頻度、強度を考慮する必要があります。もうね、これを調べました。サクッとね、説明していきたいと思います。まずトレーニング頻度、週に5から6回、部位、1週間に1部位から2部位、種目1部位、だいたい4から5種目、セット数は3から6セット、レップ数は7から12回、これ回数ですね。レップっていうのは回数だと思ってください。インターバルは1分から2分、
トレーニング時間は40分からマックスも90分となっています。ただしね、このトレーニング計画っていうのはアスリートごとに大きく異なる可能性があります。あとはボディービルダーの平均カロリー摂取量も、まあ、評価する必要がありますよね。オフシーズンではエネルギー摂取量は通常ダイエットの段階と比較して大幅に高く、男性のボディービルダーの食事摂取量はオフシーズン中は約3800キロカロリー、ダイエット時には2400キロカロリーと報告がされています。またね、オーバーカロリー、だから、まあ、メンテナンスカロリーって言って、まあ、体重増えないカロリーから大きいカロリーね。まあ、体重増やす時のカロリー。オーバーカロリーは筋トレがない場合でも重要なアナボリック効果があることが示されています。つまりね、カロリーが多いだけでも、筋肉が作りやすい状態になっていますよと。しかし、レジスタンストレーニング、筋トレとオーバーカロリーを組み合わせることが、動画効果が最も効果的な方法です。これが最も筋肉が作りやすい方法です。筋トレ初心者が2000キロカロリー多く取った場合、大幅な女子脂肪体重の増加が見られました。しかし、筋トレ上級者が実質的なエネルギー余剰は必要ではないか、有益ではない可能性があります。つまり、筋トレ初心者の場合は、もうはちゃめちゃに食べても、女子脂肪体重、つまり筋肉だけが増える可能性があると。ただ、ある程度上級者になってくると、それは違うんじゃないか。そんな疑問が生まれたんですね。ここに一つの実験があります。平均体重が75キロのこのグループはですね、まあ、2964キロカロリー食べていたと。だから少しだけカロリーがね、オーバーしていた。で、もう一つの方が平均体重71キロの別のグループ。こちらは食事のカウンセリングを受けて、最初75キロの、ね、グループよりも600キロカロリー多く食べていたと。で、両方のグループがですね、8週間から12週間にわたって、まあ、同じ週4回の筋トレ、レジスタンストレーニングプログラムを行いましたと。研究者たちは、まあ、高エネルギーグループ、だから71キロのグループか。こちらの方が女子脂肪体重が大幅に増加すると仮定していましたと。で、71キロのグループは、自由に食べているグループと比較して、まあ、女子脂肪体重の大幅な増加を達成したんだけれども、これがね、まあ、めちゃくちゃ差が出たわけではなかったと。71キロの方がプラス 1.7 キロ、75キロの方はプラス 1.2 キロ。で、さらにですね、脂肪量の方もね、チェックしていったんですよ。で、その時が71キロのグループが脂肪量がプラス 1.1 キロ、75キロのグループがプラス 0.2 キロ。このことから研究者たちは高度なトレーニングを受けたアスリート、だから筋トレ上級者ですね、1日あたり200から300キロカロリープラスで取った方がいいんじゃないかと。これが今までだとプラス500キロカロリーにしてくださいっていうよりも適切である可能性があると結論付けました。だからね、筋トレ上級者になるにつれてやはり筋肉の成長速度がね、遅くなる可能性があるわけですよね。それなのに筋トレ初心者みたいにもうバカバカ食べてしまうと脂肪は増えるんだけども筋肉はあんまりつかない、まああんまりつかないわけじゃないんだけど、そういった事態になってしまうと。したがってより大きなオーバーカロリーは筋トレ初心者にとっては、まあ、有益である可能性がありますが、上級の、まあ、今回のねビルダーは体脂肪の不必要な増加を制限するために、まあ、ちょっとねオーバーカロリーは絞った方がいいと。あんまりオーバーになりすぎないようにしていった方が、まあ、利益を得る可能性がありますと。そして以前の研究ではボディービルダーがオフシーズンのメンテナンス期、つまり体重を維持する時期ですね、この時のエネルギー摂取量がメンテナンス期よりも約 15% 増加することを推奨していました。しかしこれも残念ながら目安でしかありません。したがってボディービルダーがメンテナンス期を超えて、まあ、普通に食事するカロリー数を増やしていくには、まあ、経験レベルに基づいて設定して体重増加率と体組成の変化に基づいて調整する必要があると。だからもうね、経験値とか、まあ、その人の体質によって全然変わりますよっていうことを言っていますね。科学的文献では女子脂肪体重を高め脂肪量を最小限に抑えるためには週 0.25 キロから0.5 キロの目標体重増加を設定するといいでしょうと推奨されています。しかしエリートビルダーの場合月単位で体重が2キロ以上増加する可能性があると、まあ、ちょっと過剰ですと。増えすぎかなと、ペースが速いかなと、まあ、そういったことにより体脂肪が無駄に増える可能性があります。現在のエビデンスに基づいてオフシーズンにボディービルダーにオーバーカロリーになるような維持カロリーよりも約 10〜20% 高いカロリーで摂取することを推奨しています。これが結局ベストじゃないかっていう話ですね。で、ここからはですね、タンパク質、脂質、炭水化物についてね、ちょっと見ていきたいと思います。まずね、タンパク質なんですけども、これ以前挙げた私の YouTube と一緒ですね。やはり1日体重かける1.6〜2.2g のタンパク質量が推奨されていますと。しかしトップビルダーの中には1日あたり体重かける 4.3g のタンパク質量を取っていて、
まあ、女性ビルダーでも体重かける 2.8g 取っている人もいると報告されています。もうこれらはね、ほんと推奨値をはるかにもう超えています。でオフシーズンにボディビルダーにね、以前から与えられているガイドラインっていうのは、タンパク質を総エネルギー量の、まあ、25-30% 取ってくださいと。ただし、これについては総エネルギー摂取量のパーセンテージに基づいて考えているんですけれども、それに対してもう反対することが合理的であるかもしれません。なぜなら、もう体重が軽い人で、この PUC バランスだけ考えていくと、体重かける1.6倍から2.2倍、取れない人もね、出てくると思うんですよね。だから PUC バランスだけではなくて、まずタンパク質量を決めましょうと。まあそれが 1.6 なのか 2.2 なのかちょっと個人によって変わってくるんですけども、まずそこを決めましょうっていう話です。そして、タンパク質の内容についても書かれていますね。タンパク質の内容としては、まず EA が必須と書かれています。そしてタンパク質の合成を高めるスイッチを入れるためには、ロイシンが必要です。また、プロテインの種類なんですけども、これも以前にアップしたかな、動画で話している内容と一緒だと思うんですけども、ウェイじゃなくても、ソイとかビーフとか、あとライスとか、まあいろんなね、プロテインがあるんだけれども、一番大事なのは、もう摂取量をね、ちゃんと取ることが大事だと。ただ、その中でも、エンドウ豆のプロテインは EA とロイシンが共に豊富であり、ホエイと比較した場合にも大きな差が出なかったと。このことから分かるように、まあ、どのプロテインかっていうよりもちゃんと吸収できるタンパク質を取ってくださいと書かれています。続いて脂肪ですね。脂質、脂肪は体内の多くの機能に不可欠な栄養素です。そうですね。ただし骨格筋肥大に関する食事脂肪の影響についてはあまり知られていません。ボディービルダーの食事脂肪の摂取量は総カロリーの大体8-33%、振り幅広いですね。これが報告されていますと。食べ物における食事脂肪を30-40%から15-25%に減少させると、テストステロンレベルがまあちょっとずつね下がっていくと。これは決してね、あの大きくはないんだけども、しっかり少しずつ下がっているような感じですね。まあ、ただね、このテストステロン、男性ホルモンですね。男性ホルモンが下がることによって、まあ、このぐらいの量がね、少しずつ下がることによって、まあ、筋肉にどのぐらいの変化があるかっていうのは、もうまだ明らかではないんですよ。そこはね、わかりません。また、オメガ3やオメガ6などの脂肪酸の質も、ボディービルダーにとっては重要な要素かもしれません。これらの、まあ、高品質なね、脂肪酸を含む食べ物をね、十分に摂取していれば、あの、サプリメントを補う必要はありません。ただ、この最適量を毎日毎日取るっていうのはほとんどの人が難しいと思うんですよね。なので、あの、フィッシュオイルについては、まあ、サプリメントがね、いいんじゃないかなと思います。では、続いて、カーボ、炭水化物ですね。タンパク質や脂肪とは異なり、炭水化物は人間の食生活には必須ではないと考えられているが、その理由は体内にはグルコジェネシスによって組織が必要とするグルコースの生成する能力があるからであると。これ難しくないですか？私ね、このグルコジェネシスっていうね、言葉をちょっと調べたんですけども、主に肝臓でグルコースからグリコーゲンに合成する代謝反応のことをグルコジェネシスというようです。だから糖を使う能力ですよね。で、炭水化物の量としては、タンパク質、まあ、1.6-2.2g ね、脂肪、体重かける0.5-1.5g、これに割り当てた後に、残りのカロリーを炭水化物に割り当てるべきであると。だから、タンパク質と脂質を決めて、まあ、残りをね、炭水化物に当てると、糖質に当てるっていう方法を使ってくださいと。ただ、もしできればなんですけれども、まあ、推奨量としてはね、炭水化物の推奨量としては、1日、体重かける3-5g の炭水化物が取れるのがベストだと、考えられていますので、まあ、そのぐらいの量を取れると、よりベストです。そして、ここからは筋肉合成を高める3つの戦略についてね、書かれています。主に摂取タイミング等が多いんですけれども、書かれているのが1日6食で筋肉合成を高める。トレーニング直後の栄養摂取。イカ作用を防ぐための就寝前にカゼインを取る。まあ、イカ作用というのは筋肉を分解する作用ですね。ある研究では5g、10g、20g、40g の全卵のタンパク質、だからエッグプロテインですね。これテストした時にですね、1回あたり 20g のタンパク質量が、まあ、最も効果があったと。ちなみにこの時のトレーニング方法は下半身ですね。同様の結果が別の研究でも見られて、その時は 20g のホエイプロテインで行ったんですけれども、片足運動、だからレッグエクステンションを片足やったりとか、まあそんな感じだと思うんですけれども、この時もまあ 20g が良かったと。ただね、これを覆すような、論文データも出ていて、最近の研究では 1RM75%、だからマックス 75% の
まあ、全身抵抗運動、だから全身の筋トレか、行った時にですね、40g と 20g を比較した時に、まあ、40g の方が明らかに良かったと。なので、ここから推測されるに、小さい筋肉であれば1回あたり 20g でもいいけれども、大きい筋肉であれば、まあ、40g 多い方が効果的ではないかということが書かれています。摂取タイミングについてお話をしたいんですけれども、この実験では12時間の間に、まあ、タンパク質を、まあ、投与する、まあ、摂取してもらったものですね、その摂取方法が6時間間隔で 40g を2回の場合と1時間半の間隔で 10g を8回で最後が3時間ごとに 20g のプロテインを4回でこの時どれが一番筋肉合成が高まったかっていうと、3時間ごとに 20g 行ったものが一番筋合成が高まったと。ですのでボディービルダーは長期的な肥大を最大化するためには数時間ごとにこの 20g をね数回取るっていうのがおすすめです。また寝る前にプロテインを取るっていうね研究もされているんですよ。まあこの時はね 40g のカゼインを摂取したんですけども、まあすごく良かったと。ただね、なんかちょっと難しいところもあって、本当にカゼインがいいのかっていうのもちょっと問題視されていて、2015年の論文でも、まあ就寝前にねこのプロテインを取るっていう実験が行われてるんですよ。で、プラセボって言って、まあ本当はカゼインじゃなかったグループと、まあカゼインだったグループを比較してるんですけども、なぜかプラセボ群がですね、1キロあたり 1.3g、そしてプロテイン群、まあカゼインの方ですかね、プロテイン群は1キロあたり 1.9g。なんか、グラムが違うんですよね。グラムが違うから、正しい結果出てんのみたいな問題がちょっとあるんですよね。あとね、こういった実験の時っていうのは、もう基本的に空腹状態なんですって。絶食して、まあ、タイミングごとにフォーエイプロテインを与え続けて最後にカゼインをね飲んでもらうと通常の状態ではないんですよね。結局、まあ、体内のアミノ酸のベースラインが通常よりも低くなってると。それに、まあ、消化も早いじゃないですかプロテインって。フォーエイプロテイン特にね早いから、ちょっとその辺がリアルじゃないよねっていう問題点が出ています。で、この2015年の論文の時っていうのはおそらくね 26g のタンパク質を取ってもらってるんですけども、まあ、この論文はアメリカですからね、アメリカンビルダーだと思うんですけども、まあその時の 26g のタンパク質っていうのはアメリカ人の夕食に含まれる平均的なタンパク質量のわずか 37% にしか過ぎないと。だから少ないんですよね、かなりね。普通のお肉とか食べてるから変な消化吸収ゆっくりなわけですよ。だからまあ別に風邪に取んなくても風邪と同じような効果があったんじゃないかっていうのもこの中で話されてます。ちょっとね、この部分まとめていきたいと思います。したがって、1日あたり体重かける1.6から 2.22g のタンパク質の摂取量が必要ですと。ただ、それを割って、体重あたり 0.4 から 0.55g に分けて複数回食事に分けて摂取することが推奨されると。例えば、90キロボディビルダーの場合、朝食は午前8時から9時。40から 50g のタンパク質を摂ると、午前11時トレーニングを行い昼食、午後12時から13時に40から 50g のタンパク質を摂取、その後も17時から18時の間に40から 50g のタンパク質を摂ると、その後23時までの間、できれば21時から22時の間に40から 50g のカゼイン系かなのタンパク質を摂取することがおすすめですと。まあ、これちょっとまとめて表に出していきますね。あとね、サプリメントについてもちょっとねお話をしていこうかなと思います。ボディビルダーを対象とした最近調査では参加者全員がサプリメントを摂取していると報告されました。最も一般的なサプリメントは、まあ、プロテイン系、そしてクレアチン、BCA、グルタミン、ビタミン、フィッシュオイル、カフェイン、これらでしたと。で、プロテインはボディビルの間で当然ね人気があるわけなんですけれども、まあ、今回プロテインについてはこれ以上ね詳しく説明はしませんと。この論文の中でボディビルダーについての話をしてるんですけれども、ボディビルダーによって一般的に使用されている全てのサプリメントをカバーすることはちょっとね正直無理だし、この論文の範囲から逸脱していると。むしろエルゴジニックな効果をもたらす可能性のあるサプリメントと、まあ、微量栄養素、必須脂肪酸など、まあそういったところをねしっかりと見ていきたいなと思います。エルゴジニックっていうのは、まあ、端的に言うと効果的なサプリメントです。で、その中で挙げられてるのがまずクレアチン。クレアチンは一般的にローディングが必要とも言われているんですけれども、もしローディングする場合は毎日 20g のクレアチンを飲みなさいと。ただ別にローディングしなくても1日 3g 取って28日間過ごせばしっかりと充填されるので問題ありません。で、今ね多彩な形態のクレアチンがあります。例えば、クレアルカリンとかクレアチンエチルエステル、まあ、などいろいろあるんですけども、一般的な高いそういったクレアチンではなくて一般的なクレアチン十分ですということが書かれています。続いてカフェイン、まあ、覚醒作用のあるカフェインはビルダーにね特に好まれていますと。で、カフェインをですねエルゴジニック効果を出すためには
体重あたり5から6ミリグラムのね、カフェイン量が必要ですと。結構多いですね。で、カフェインっていうのは吸収が早く、すぐにね、効果出ます。なので、運動1時間前に摂取してトレーニング臨んでくださいと。ただ注意しなくちゃいけないのは、カフェインの半減期、だからこう、なくなっていくね、効果がなくなるのは、3時間から9時間、結構かかるんですよね。カフェインでね、寝れない人なんかあんまり遅く飲むと大変ですよっていうことが書かれています。続いて、ベータラニン。ベータラニンは4から6グラムの量を取ってくださいと書かれています。まあ、本来のね、ベータラニンの効果っていうのは、どちらかというと、こう、持久運動。この中ではね、60秒から240秒の中で効果があると書かれています。だから筋トレみたいに短い時間だと、どうなんだろうと思ってしまうところはあるんですけれども、そうは言っても、まあ、高回数のね、トレーニングの時だったりとか、まあ、セットをね、たくさんやる時なんかは、もう十分このベータラニンの効果が得られますと。ただね、ベータラニンっていうのは取ったからすぐこう効果出るっていうものではなくて、クレアチン同様ね、毎日取り続けることが大事なので、なるべくね、取るようにしてください。あと、シトルリンも書いてますね。トレーニング1時間前に 8g シトルリンを取ることによって、筋肉の痛みを減少させ、瞬発力を上げるというデータがありますと。8g って相当ですね。私はね、シトルリンとアルギニンを3g、3g、1時間前に取ってるんですけども、結構でかい粒ですから、これ皆さんね、本当にやろうとしたら苦労すると思います。あと、マルチビタミン。マルチビタミンは、まあ、昔のダイエットしてた人たちはなかなかね、ビタミンが取れなかったので、まあ、そういった時に使ってほしいと。まあ、ビタミンに関してはね、私は結構大容量をお勧めしています。まあ、そういった論文もね、今後ちょっと見ていきたいなと思います。あと、フィッシュオイル。EPA、DHA ですね。フィッシュオイルにおける筋肥大のデータは、まあ、混在してると。まあ、いいよっていうやつもあるし、全然ダメだよっていうやつもあるみたいですね。しかしながら、フィッシュオイルの効果って多様で、例えば、うつ病をね、軽減したりとか、CVD っていうのかな。心臓系のね、病気リスクを減少させたり、血圧を低下させたり。ただね、ダイエットにいいっていうデータなんかも報告されています。だから私もね、必ず1日 3g はね、フィッシュオイル取っています。まあ、これもまとめた表を出しておきます。今回の総まとめを話していきたいと思います。オフシーズンのボディビルダーは、週に体重の約 0.25 から 0.5% 増やすことを目標として、わずかにオーバーカロリーでやっていくことがお勧めされています。食事中のタンパク質の摂取量に関しては、1回あたり体重かける 0.4g から 0.55g、それをね、1日に均一にして食べてください。総タンパク質量としては、体重かける 1.6 から 2.2g が推奨されます。で、脂質についてはですね、体重かける 0.5g から 1.5g を基準に食べてください。そして炭水化物量っていうのは、まず脂質の量、タンパク質の量を決めた後、最後に余った部分で炭水化物を食べてください。まあその他、もろもろね、サプリメントの話も先ほどね、させていただきましたけれども、まあこういったことを積み重ねることによって、無駄な脂肪をつけずに筋肉をでかくすることができると思いますので、ぜひね、この中の方法を試すそうなものがありましたら、ぜひ試してみてください。特にタンパク質量、炭水化物量、あと脂質ね、この辺なんか基本だと思いますので、この辺ぜひね、参考にしてもらえると嬉しいです。で、最後になんですけれども、やはりね、この論文読むってすごく大変なんですよ。この一つの論文読むのにね、6時間から8時間、今回8時間くらいかかってるかな。意外とね、大変なんです。で、私別に英語が得意なわけでもないし、この解析がね、100% をできてる自信もありません。ですので、もしこの論文気になる方なんかは、下の概要欄にですね、しっかりと貼っておきます。ぜひね、自分自身の目でも試してみてください。やはりね、こういったエビデンスを知っているっていうのは武器になると思いますし、自分がやってることに対して、自信もついていくと思います。ただ、こういった論文って日々更新されていきますので、つい最近まで読んでたやつがもしかしたらちょっと違うってなる可能性もありますけれども、こういった知識を持つっていうことは、体づくりにおいてもすごく大事な要素だと思いますので、皆さん一緒に見てみてください。今回も長い動画お付き合いいただきましてありがとうございます。私のこの動画ではトレーニング、栄養、サプリメント情報を中心に公開しております。もしこの動画楽しかった、気になった、私と一緒にかっこいい体を作りたいっていう方はですね、ぜひチャンネル登録と、そしてグッドボタンお願いします。また、こちらで公開していない情報はですね、インスタグラム、そしてツイッターの方でアップしております。こちらもいいねと、そしてフォローをよろしくお願いします。そして、私が開発している最高品質のプロテインゴールデンダスト、最強脂肪燃焼サプリメントビジョトゼロ、こちらは下の概要欄から購入することができますので、よかったら使ってみてください。今回もありがとうございました。